ここだよね。やったね。すっげえ嬉しい。まさか、うまくいけるとは。10個以内で、うまい具合に、ね、矢を使って1匹にして、倒したのが大きい、と思う。2匹同時とか俺ちょっと無理かな。2匹同時でできる人はすごいと思う。だから。そこは尊敬に値する。で、この下だ。トーレルーフの逆バージョンもあったらいいのにな。地中に向かって入っていくっていう。あったあった。ハートじゃない、頑張り頑張り。よし。今、7つか。7つやったんか。ならやつにしとこう。頑張りゲージだけ増やそうかなと思ったけど、7つやったらやつにしといた方がいいわと思って。増やしたわ。増やしてしもうたわ。じゃあ戻っていこうか。馬宿。もう今回で全部は無理やろうな。次回また馬宿の方をやりましょう。それで完全に馬宿は終わらせる感じにしていきたいかな。だいぶ。どこだっけ？この下か。あ、ありましたね。ここにダイビングしてはいけない。ミナッカレ馬宿。着きました。馬宿です。松明です。影がかー。武器ポーチがいっぱい。まあ別に海やが。さあ、お次に、いたね、ベン。よう、日の出と共に取材なんて、相棒も記者らしくなってきたじゃないか。どうだ、何か情報をつかんだか？こっちはさっぱりだ。こっちは何のさえずりも聞こえてこない。ここの羊たちに聞き取りをしようにも、鎖夢中で取り付くしようもないと来た。こうなったらお次に頼ってみるかな。お次？ん？ああ、この馬宿の裏手に、お次をしてくれるコックがいるらしくてな。そもそもコックが喋るなんてにわけには信じられないが。え？あの丘の大木の下にいるらしく、毎日お次を聞きに来る人で行列ができてるって話だ。ほう。お次に頼るようじゃ、記者のメンツが保てないとはためらっていたが、それに聞き取り調査してみてもいいかもな。コック様の言う通り。なんだ？言う通りにしろというのか。しゃくに触るが。しゃくに触るが、ちょっと。おっつげ、おっつげ。さすがコック様だ。あのことを聞こうかな。いや、やっぱりこのことは、ん？あなたも、コッコ様のお次を聞きに来たんですか？当てろって有名ですもんね。よかったらお先にどうぞ。私は聞きたいことがいろいろすぎてまとめるのに時間がかかりそうで、あ、そうだったん。だから気にせず、な、後ろで学んだ、な、習った方がよかったんかな。コッ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 コ。避難所のマリンクだな。誰だけも探しているのだろう。おお、なんだと？
全て分かってやがる。何時が求めるものを手に入れるためには、いくつかの試練を乗り越える必要がある。どうだ、その試練を受けてみるか、挑戦する。はっかっか、よかろう。一つ目の試練は、あの、馬宿の頭の上に制限時間内にたどり着いてみせよ。早く、歩く、走る、飛ぶ。何をしようと構わぬぞ。準備を良いな。こうかっかっかっか。マジでか。45秒以内か。マジか。あ、バカ。なんでそうなった。ちょっと違うって。無理なんだが。なんでこっちから登れんねんっていう話。いやー無理、終わった。ちょっと諦めた。ちょっと諦めた。時間切れだ。戻ってくるがよい。どうした、そんなことで何時間求めるの手に入らぬぞ。どうだ、もう一回試練を受けてみるか。もちろん。いけそうだったんだ、さっきは。ミスって落ちなければ。ほんまそれなんだよな。間違えて撃ってしもた。なんで？どっから行ってんのこれ、あんま。無理なんだが。なんか、しかも雨降ってきたんだが。いやー、ないわ。弾悪すぎかよ。ちょっと。すべて分かっておったわ。そっか。分かってたか。あ、これが、頑張り薬一個あるんだったらいけっかな。力は無理やな、確かな。なんだろうな。どっから行けんやろな、これ。どうしたん？ここはゴールだ！おっぶら！うまくいけたわ。助かった。見事だ。まあ、すべて分かっておったかな。さあ、次に進むとしよう。これを乗り越えれば何時の求めるものが手に入る。どうだ？次の試練受けてみるか？挑戦する。あかよかろ。次の試練は、制限時間内に丸太を3本ここまで運んでみせよ。は？近くに木はたくさん生えてある。どの木でも良いぞ。赤部知らんはどの方法でも良いぞ。準備は良いな。かっ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 か。マジでかや。
ちょっと待って、もうなんか変だった。不格好でもそんな関係ねえぜ、ほんま。手っ取りバイクくっつけて持っていけばいいだけなんせやから。3本やな。これ、いけたんじゃね？ここゴールだ。やった、うまくいった。楽だった。2段階目は。ここ。その疲れ切ったか。ちょ、バカ正直なやつだ。こんなに簡単に引っかかると。攻めるコックなどいるわけがなかろう。疲れ切ってる今がチャンスだ。目の前行くぞ。俺の手ちょうだい。いいかなんだったー。よし、よし、あとは、ならば、よーし、サファイア、サファイアいるな。よーし。楽だったわ。今回はこのぐらいで許してやろう。だがしかし次は容赦せぬ。覚悟しておくんだな。何がしたかったん。ほんまそれ。はーい。おーい、相棒。噂のコック様とやるが気になっていたら、この大木の方から人が逃げてきてな。一体何があったんだ。イーガダンがいたんですよね。なるほど。コックが喋れるわけがないとは思っていたが、まさかイーガダンの罠だったとは。ゼルダ様の情報を餌に飛び回らされて飛んだ災難だったな。しかし、あれだけ噂になっていたからには、お次を信じした ものも多いんだろう。ことの顛末は記事にしてお次はそうだったと教えてやらないとな。これで俺たちが真相を明らかにしたゼルダ様にまつわる嘘話は合憲。相棒の活躍は、白爪新聞社の社内でも話題になっているぜ。期待の新人が現れるってな。そうそう、俺たちの記事のおかげで新聞の売り上げも上々らしくてな。三葉さんから報酬アップの連絡が来たんだ。これは今回の相棒の取り分だ。おひょくるみ、やっべ。それしても言い方の嘘を暴いて、返り血にするなんてさすが俺の相棒だ。さて、俺は白爪新聞社に戻って、このことを早く記事にしないとな。じゃあな、相棒。サッパー！サッパーだー。カッコ様の言う通り、コンプリート。ここら辺、武器落ちてるやん。いいやん。そういうことやん、つまり。この二つは残しとかなあかんやな。ロケットよりもいいよな。ルビー、サファイア、オパールは残、オパールいるかやろ、ちょっと思ってるけど、ボコエッジいらんかな。うん。どうした？ドリフトしたんだってな。早くねってね。勝って数日やぞ、ね。まあ、ちょっと変な持ち方した時あったからな。それでな、それでかななんてね、思ったりはしなくもない。僕一いらぬわ。斬新の子たち、いいね。子たち、斬新の子たち同士でやると、ちょっと面白そう。ナイス。うん。協力ね。いや、いいね。ここはさ、ちょっと動画内でやりたいなって
思っちゃってたから。魔物いるところはね、マヤチノの祠。うん。で、ここは、何ですかね。固定するもの。固定すんの？どうやって？なんとなくわかった。これ、このままやってればいけるわ。まだこれではならんよね。さすがに。で、これでなったら、え？ってなるけどね、だいぶ。どうした？ちょっと待って。いや、落ちるところ、あっぷな。え？なにこれ？なんだこれ？よう分からん。これは違うね。これは何？あ、ここに、うん、え、嘘。タイミングがそこ。よし、ホームラン。てれれれれれれ、ホームランではあるけれども、行けば行けだけど、違うのよ。あ、向こうも、あ、出てくる。おぉ。こっち、宝箱やんね。なるほど。あれ、当てると出てきたんか、あれ。マジか。それは通用してたっす。終わりか。うん。厳しいなぁ。もうちょい食べなあかんか。そこ、あかーん、あかーんってなる、お前。よーし、当たった。ふふふ。てれれれれれれれ、楽しい。ホームラン競争。ちょっとしたホームラン競争よ。頑張り薬かーい。まあ、ありがたいけども。いやー、長かった。あそこまで、至る道が。至る道が。ほんまそれだ。よし。一個ゲットー。うん。食の祠。ちゃうちゃうやん。光やん。力となるでやろう。知ってる。だからちょっと、やらずに。よし。じゃあ、あそこのところやってから今回終わろうかな。祠と、新聞社のチャレンジだけだったな、今日な。いや、楽しいんだ、それがまた。次回までにはね、まあ、魔物の、が、守ってなければ、からすべてやっていこうとは思うけどね。うん。うん。やっぱこれかな。12以下。ええー。
いいなぁ、こういうのするの。好きだ。じゃあ、これでここ全滅していこうか。何が起こった、何が起こりましたっての。痛い、蹴るんじゃないよ。こんにゃろ、終わった。焦るわ、ほんま。何が起こったのあれ。やばいってこれ。おーい、じゃあこっち来んのかーい。当たるんかい。ちょっと待てい。じゃあさ、ロケット槍、もう忍者が鉄球ハンマーにできっからさ、どれかやろっかなって。これでいいや。王家の。ちゃう、間違えた。あ、まずか。29までいった。やば。最強やん。うん、これにしといてと。やば、ああいうのあるのか。こういうのできんのいいよな、やっぱ楽しい。武器作んの楽しすぎる。こっちのやないっす。いたー、まず分からんかった。いや、ほんま分かってなかった。やばいよ、今のは。見えてなさすぎよ。ほんまそこ。あっ、危ないの。分かんな。使うか。もう。よし、ナイス。痛い！ちょっとやめんかい、こら。やめんかい、こらって言うぞ。よし。丈夫な木の棒ね。まあ今、これが一番いいかな。思ってっから。あ、閉じまけん。壊れたら使おう。そうしよう。待ちかーい。おー、しないっす。うん、終わった。強い。敵が、やばい。よし。来た。
やばい、やばい、やばいやつ持ってるやつおるやん。うそー。うん。ここですよ。ここですよ。よし、いいぞ。よし、レース。終わった終わった。よーし、ボスコボコボコブリン、うまくいった。へっへっへっ。リンゴめっちゃあるんだけど、あー、リンゴを持ってるやついたんか、つまり。なるほど、あ、14だったか、持ってないけどしたな。まあいいや、雑魚とかでこれで。なんだよ今。だいぶボスみたいな感じになって。焼きリンゴ。もういないよね。焼きバス。いないよね。不安しかないけども。ちょっと待って。夢広がったことが、夢が一瞬広がってんけど、どうなんやろ。どうやろこれ。ふと思ってしまった。いや、あと、落ちるのかい。ふと、これ、やりたいなってやってみたいけど、どうやるな。いけるんかな、もう。いない。ほんまに不思議。あ、焼き獣肉あるやん。ミス。お。何やアイテム。マジかーい。これちょっと試してみようぜ。うん。さあ、やってみろや。一回試してみようぜ。いや、ちょっと早う当てるや、ちゃんと。お、最強だって来た。決まった、これ。あ。いいの思いついた。やつやね。いいね、これは。これ最強やん。マジそれを持ってもらった。よし。終わったね、完全に。上には何もないか。あるね。めっちゃあんね、ほんま。10個、いいね。こういうところでね、木の矢、補充できるのいいよね。やっぱさ。よし。終わった終わった。あら。いいじゃん、いいじゃんってなってるやん。てかもうめっちゃやってんねんけど。時間的にも、あ、5時間。やっぱ。やりすぎ。てか楽しすぎてやべえんだ。このゲーム。
よし、じゃあここのマップ解禁して馬屋の次回までに見つけていこうかな。うん、そうしとこうかななんて思った。そうすることによってね、だいぶアイテムというかそういうのチャレンジね、手早くできるかなと思うので、馬屋の次回探しておこうと思う。それが大事やな。何個あんのか知らんけどね。やった、ようやくやれ、ここ。長かった。おー、空の周辺マップもあんの。やばいね、ほんまね。ちょっと待って、あそこ登りてぇ。まあ、登れるやろ。うん、どうでしょうか。よいしょっと、オッケー。いや、すっげーアイテムあるやん。やば、ここ。あ、ちゃうわ、両手をな。それだけもあった。金のリンゴ。あなたが落としたのは金のリンゴですかみたいな。ありそう。すっげえ。そう。ああ。主に落としてはいけない。金のリンゴは。よし。行こうか。暗いな。ちょっと距離感わからんのよ、マジで。ああ、戻ってきた。で、ここやろ。大妖精の泉か。眺望台ここやね。なるほどね。まあ、次回以降で、終わればね、ちゃんと、大妖精の方やっていこうか。楽しくてさ、そこら辺、そっちら辺すんの。やばい。残り1個、何か出現の馬宿行ったっけ？覚えてねえやん。つか6、行ったな。やばすぎやろ、ほんま。ここ、かかりこだしな。うん。まあ、とりあえず今回ここで終わって、次回ね。まあ、こちら側の。エピソードの方の噂のゼルダ姫。これ全てやっていこうと思う。エピソードチャレンジの方でね。あとコルテンとかも探したいけどね。こういうところは、を主にやっていく。で、ミニチャレンジ。そういうの終わったらミニチャレンジとかやっていってもいいかな、なんて、ちょっと思っているが。何しろ、おい！うん。それではね、まあ、ちょっと戻ろうか。ここでは、良くない。終わるの。敵に殺されてま、敵認証されて、なんかリトライの画面表示されたままになってしまう。
それだけは勘弁。ザラウキアの翼ね、これ、翼はちょっと、あんまり、好きじゃない。好きじゃないというか、使い方が、微妙なところがあるから。あんまり、使いたくはない。ドルイの水では、ちょっと雨降ってるんで、この中で終わらせていただこうと思う。では、ご視聴ありがとうございました。あるよ、あるよ、スクッパイス。サラバーノ。